大石雅彦は、山梨県甲府市出身の元プロ、野球選手右投げ右打ち。1960年対応 v 一選手の一人。甲府商業高校時代はエースで6番打者として1952年には、夏の山生大会決勝戦で、野党高尾、西村はじめ子がバッテリーを組んでいた鶴高校と対戦し、延長21回の末にから1で敗れ、 甲子園出場ならず、1954年に当時の洋末ロビンスに入団。1年目から一軍で活躍するも、当時の太陽は万年再開で負け数も多く、1956年には22敗を喫する。しかし1960年には先発、リリーフで活躍し、太陽初優勝に貢献。日本シリーズでも高騰した。当初は巨人戦に弱く、 1955年から1959年にかけて17連敗を喫する。これは2018年現在でも日本プロ野球における投手の同一カード最多連敗記録である。しかし1960年の太陽初優勝時には高騰した。脚力があり7投類を記録している。三原監督時代にはダイソーでも起用された。1961年のオフに アキレス腱を切断し、1962年に引退。引退後は、太陽で2軍投手コーチ補佐、1軍投手コーチ、2軍投手コーチを歴任する。退団後は帰郷し、スポーツ用品店を経営する傍ら、少年野球の指導を行った。弟の大石勝彦も、同じように、甲府商業から太陽ホエールズに入団した元プロ野球選手。球種は、カーブ。 スライダー、シュート、通算100以上している投手の中で通算62勝に終わっており、これは小林業者間に次いで2番目に少ない価値数である。ありがとうございます。